昔、ブラックメールをたくさんやっていたと思いますが、心が痛んだりすることはありましたが、印象に残る回はありますか？よく言われるんですよね。ひどいことをして心痛みませんかっていう。でもこれ僕痛まなかったですね。なぜならやっぱビジネスだと思ってやってるんで、僕がテレビでやってるキャラクターがそれを求められてるんであれば、それを全うするっていうことでやってたんで、心が痛むっていうことはなかったですね。まあ浮気するやつが悪いんじゃんとは思ってましたけどね。覚えてるかいね。番組が放送されてないんだけど、一般の方にブラックメールを仕掛けて、最終的には承諾を得ないといけないんですよ。放送してもいいかどうかの。その放送の承諾をもらえなかったケースがたくさんあるんで、そこはよく覚えてます。放送したくないっていう。だから、オンエアに乗ってるのは、二人揃って放送してもいいって思ってる人たちだけです。なので、お蔵入りっていうのが何本もあるんで。まあだから、あんだけの予算かけて、あんだけの人が出て収録してても、放送できなかったものがたくさんあるんで、大赤字だったんじゃないかな、あの頃。まあ昔は浮気調査ということで、彼氏の依頼を受けて、彼女の家に行って、家宅捜索、ガサ入れという番組をよくやってました、浮気調査の。時代とともにそういうことができなくなっていって、今だから言いますけど、ガサ入れという番組がとても人気のコーナーになって、これはもう誓って言います。僕たちが何かやらせをしたってことは一切ないんですけど、もうとにかくガサ入れに出たいっていうカップルが急増して、捏造するんですよ、浮気を。わざと淳が引っかかるような日記を書いたりとかってするんですけど、僕はそんな節穴じゃないので、ガサ入れに入って、あ、このカップル嘘だとか、これ捏造してますっていう時には、僕ディレクターさんに向かって両手を挙げるんですよ。これ嘘です。でもう私は捜査しません、浮気調査拒否しますってなったら、何も語らず外に出て、ディレクターさんが、あの、本物のカップルですかとか、やりましたとかって言うと、すいません出たくてみたいな。途中で僕はもう完全に嘘カップルとかを見抜く力をつけてるんで、本当のカップルと本当じゃないカップルはやっぱ分かるんですよ。放送されてるのはもう本当のカップルです。だからガサ入れが一時やらせだやらせだって言われたのは、やらせをしようとするやつが現れてたっていうのは本当ですね。一本撮るのも大変なのに、1日に3カップルずつぐらいもうやらないと、嘘つくカップルが出てくるから、そこがしんどかったですよね。テレビに出たいがために嘘を演じるっていう、あの辺でだから人を見る目とか、人を欺くとか、欺いてる人を観察するとか、日記でね、僕はよく浮気を暴いてったんですけど、本当に毎日書いてる日記って、同じ人が書いてても筆圧とか字の感じとかがまるっきり変わってくるんですけど、一気に一日でバーって書いた字ってもうほんとわかるんですよ。このあたりはちょっと感覚的なものなんで、この技術をちょっと AI にね、吸い取ってもらいたいなと思うんですが。芸能界にもネットワークビジネスの勧誘とかありますか？またネットワークビジネスについてどう思われますか？私は宗教や洗脳と同類だと思っているのですが、時代遅れなのでしょうか？これネットワークビジネスっていうのはオンラインサロンのことかな。オンラインサロンは一人の大きなこう発信者のもとにやるオンラインサロンもありますけど、僕がやってる田村淳の大人の小学校っていうのは小学校ベースなので、まあ僕が一応校長やってますけど、2分の5の森本、ロンドンブーツ3号が教頭先生やってます。自分で言うのもなんですけど、今日も多分何人か生徒は見てくれてると思いますけど、その宗教っぽい感じではないと思います。でも宗教っぽいオンラインサロンもあるよね、確かに。そういう時は入らなきゃいいんじゃないですかね。怪しいなと思ったらやっぱ近づかないことですし、怪しいなと思ってもなんか興味関心があるんだったら、ちょっと顔を覗かせてみて、実際に触れてみてジャッジするっていうのが必要かなと思いますね。